皆さんこんにちは、セービングスタンパーのウェラードさとみです。ウェラードさとみがお送りする Facebook ライブチャット、ブログにですね、間違った時間を1個書いてたようで申し訳ないですということなんですけれども、日本時間で午後6時っていうふうに思っていたんで、そうやって書いてたつもりだったんですけど、私の、2個時間が書いてあったんですよね。で、一つには、7時って書いてあって、もう一つには午後6時って書いてあったんですけど、午後6時が正解でございます。はい、ちょっとですね、回線を変えて、で、あ、大丈夫ですね。皆さんには見えてると思うんですよね。私の自分家の Wi-Fi の回線、今2つ使ってるんで、あ、こんばんは。見えてますでしょうか。はい、こんばんは。YF さん、それから SK さん、こんばんは。続々とありがとうございます。はい。ブログ皆さん見ていただけましたでしょうか。もうちょっとアップにしても良さげな感じ。よいしょ。いけるかな?ちょっとね、自分が見えてる、あ、こんばんは、MW さん、AT さんもこんばんは、自分が見えてる範囲と例によって実際に撮ってる、今日は見れましたか?ありがとうございます、XK さん。ね、範囲がね、ちょっと違うんで、最初のうちちょっと調整がね、必要で、ちょっとグラグラとかして申し訳ないです、ということです。はい。あ、ブログで見ていただけましたか?ありがとうございます。なので、もうほとんどそちらで説明してるんで、大丈夫かなって思ってたんですけれども、とりあえずですね、中を一枚一枚1ページっていうのはやっぱり文章と写真はめんどくさいな。めんどくさいなというのが本音です。FF さんもこんばんは。なので、もうライブチャットでお見せすることにしました。じゃじゃーん。はい。My Sentiment Dictionary。名前はかっこいいけど、中はかなりこんなことになってるよということなんですけれどもね。はい。もうすでにブログでどんなものかっていうのは軽くご説明しているので、その部分は端折って、中身を先にですね、ご紹介したいと思います。要はですね、こんな風に、スタンプのね、センチメント部分だけを集めたものなんですけれども、まず、ノート自体は本当に、子供さんがね、多分こちらで、ミシャで買ったノートなんですけど、スーパーとかで売ってて、単純なこういうノートです。サイズ的には6インチ、8インチぐらいのサイズなので、まあ、通常なんか日本でも子供さんがなんか練習帳みたいにね、使ってるのと、同じようなねサイズだと思うんですね。あ、SM さんもこんばんは。で、結構ね、線も広いという感じで、これにですね、なのですごいね、チャチなものだったんですよ。で、これにですね、デザイナーシリーズペーパーをね、要はこの面ね、この面だけ貼ってあるんですね、両側。で、背表紙の部分は元々のノートのままなんですよ。それにはまあ、ブログにも書きましたけど、二つ理由がありまして、お、SA さん、そして KT さんもこんばんは。ありがとうございます。理由が二つありまして、こういうなんかノートを、改訂っていうのかな、改ざんというのかな、するときに、ここに、この裏表紙、表表紙に紙を貼るのは比較的簡単なんですけども、はい、はい、IH さんもこんばんはです。ここの部分ですよね。一番、なんか紙を貼っちゃうと、こう、もやもやするとか、っていうか、ちょっとぐちゃぐちゃとなりやすい感じ。なので、あえてもうここは、出したままにしときました。なので、元々のノートのままの、この、なんて言うんでしょう、スパインなんですね。この背の部分がね。で、まあ、取り扱いがね、紙がくちゃくちゃにならないようにっていう理由が一つと、もう一つは、サイズなんですよ。なんとかデザイナーシリーズペーパー1枚でこれカバーしたかったんで、これちょうど6インチで、ちょっとね、実際はね、この部分だけカットしてるんで、5とね、4分の3が多分正しいインチだと思うんですけれども、それ2枚ということは12インチ1枚から2つできてるんですよね。さらに余ってるのが4インチ、6インチが2つ余ってるんで、あともね、無駄なく綺麗にね、取っとけるんで、ちょっとそういう理由もありました。で、まあ貼っちゃって、
て、で、このあたりはもう、ハサミでこれに沿ってカットして、で、大カットしたアルファベットをこういう風に綴ってるんですけれども、意外にですね、ブラックにしたんですけど、無駄しなくかったので、もう、なんちゃってブレンディングブラシで、アマゾンで買った安っちいコスメブラシで、グリグリグリってカラーリングしたんですね、これね。で、そしたら、ここだけカラーリングしたらなんかなと思ったんで、ついでに余ってるインクで、はい。この周囲をカラーリングしときましたけど、見えるかした？あ、YTさんもこんばんはです。見えるかな？こんな感じ。なんかちょっと曲がってるのかな？ちょっと、また今動かしましたので、斜めになったかもしれません。失礼しました。これでもういけると思うんですけど、はい、裏も同じように、しております。これ一つこういう風に、ディストレスっていうか、カラーリングしとくといいのは、仮にですね、ほんのちょっとこれね、これ言わないとわかんないと思うんですけど、はい。ほんのちょっとね、ずれて張っててね、見えてるんですよ。下のブルーの元々が。なんだけれども、こういう時も、こういう風にディストレスしとくと、わかりにくい。それが。絶対わかんない。パッと見では。今こんな風に、アップにしたから、そういえば、って思うかもしれませんけれども。あ、EKさんもこんばんはです。普通にしといたら全然わかりませんので、皆さんも、こういう風にね、ノートをね、解散というか、変えるとき、ちょっとね、あらかじめここをディストレスするっていう前提でペーパーを選んだりしておくと、あら探しじゃなかった。あら隠しができるんで、便利だと思いましたよ。はーい。ということで、あと色はですね、このデザイナーシリーズペーパー選んだのは、もともとの、ノートの、色をそのまま残しとこうと思ったので、あ、MK さん、ありがとうございます。ちょっと荒はありますけど、素敵ですか？嬉しいです。荒隠しの技ということで、ぜひやってみてください。このブルーに合わせて、はい、いちごちゃんと、それからこの、ね、ブルーベリーが入ってるのを選んだので、ここがカバーされてなくってもほとんどわからないですよね。ということで、自分的にいつもながら超大満足の仕上がりとなっております。では中身いきたいと思います。はい、まずカテゴリーなんですけれども、一番皆さんが思いつくのがバースデー、ハッピーバースデー、それからサンキュー。まあ、皆さんそれぞれのお手持ちのね、種類のスタンプによっても違うんですけど、私が持ってるセンチメントの中でやっぱり一番多いのがバースデー、サンキュー。もうそのままね、サンキューってなってるもの、ハッピーバースデーとなってるものね。それから、thinking of you。ハロー。意外にハローあるんですよね。いろんなところに。で、あとね、この辺からベストフレンズとかベストウィッシュとか、この辺からちょっと私が勝手に作ったカテゴリーになっていくんで、順番にご説明しますね。ハッピーバースデーっていうのはもうそれこそいろんなところにハッピーバースデーというスタンプがあるので、まあ、とりあえずこれであれば、この表紙をですね、そのままね、フォトコピー、コピーしたんですね。です、ここにハッピーバースデーありますよね。そしたら、この部分だけカットして、アートギャラリー、ここにありますね。はい。この辺手書きなんで、ちょっと字汚いんですけど、アートギャラリーって書いて、あ、ちなみにタブをこういう風にね、最初つけとるんですけれども。ハッピーバースデー。そのものをね、カットして貼っておきました。これ、そのものを、カットして、貼った場合ですね。なんでこういうことしてるかっていうと、まあ、単純に、ハッピーバースデーでいちいち、なんて言うんでしょう、コピーするのがめんどくさいっていうのと、字体がね、いろいろ違うじゃないですか。あと、絵になっているものとかね、これなんかもね、特徴ありますよね、こういう字体。そうすると、この字体とデザインのバランスっていうのがすごく大事なんで、例えば、すっごい、真面目なって言ったら変ですけれども、シリアスな感じの、エレガントな感じの、ね、なんでしょう、レトロチックな感じのね、デザインと、こんな風にハッピーバースデーみたいに、こんな風にポップな感じの字体ってなんか合わなかったりするんですよね。そうしたらやっぱり、もうちょっとこう、エレガントな感じの、こういうハッピーバース、大人っぽい感じの字体の方がいいじゃないですか。そうするとですね、続々とありがとうございます。ライブご参加。
そうするとですね、やっぱり、見て、文字だけじゃなくって、この文字の形がデザインの一部になってるんで、より作りたいデザインと雰囲気の合う、センチメントをですね、選ぶことができると。まあ、いうのがね、このディクショナリー、センチメントディクショナリーの、特徴とか、まあ、目的ですよね。要は、大元の目的が、自分が持ってるセンチメントが、どのセットに何が入ってるかというのを全てまとめておくというのがポイントですから、なんでそれをやっとくかというと、単に、ハッピーバースデー押しときゃいいわっていうことではなくって、まあ、いろいろ持ってるハッピーバースデーの中から、どれが一番今これから作るデザインに合ってるのかなっていうのをより上手に選べるようにっていうことですよね。それと、やっぱり全部覚えてないんで、例えば、タイムレストロピカル、ね、何でしょう、ハワイの雰囲気のあのセットの中に May your birthday be memorable なんてこんな素敵なのが入ってるなんていちいち覚えてないんですよ。ハッピーバースデー的なスタンプセットだったら結構覚えてるんですけど、そういうこともあって使わないセンチメントっていうのが出てきちゃうのが嫌だなと思ってね、ずっと前からねやってみたかったんですよね、これね。はい。ということで、この辺はなんとなく想像できますよね。なので、同じくサンキューも、サンキューって入ってるものを全部、センチメント、文章になってても全部集めときました。ブルーム&グローというスタンプセットには、サンキュー from the bottom of the heart というふうに文章になってますけれども、それをですね、こんな風に一つに集めてあるわけなんですよね。こんな感じ、こんな感じ。こんなちっちゃいななんてね、覚えてないというか、あったことを気づいてなかったっていうのもね、あると思うんですね。ちなみに、もしかしたら見てらっしゃる側の方で、今、なんか画像が乱れて見えてる部分があるかもしれませんが、後ほどですね、これを、もう一回 Facebook の上にアップロードするんですけど、ハイデフィニションというバージョンで、高画質ですね、アップロードする技をね、見つけたので、今回もそれか、このページでもできればやっときますので、おそらく録画とか、あと YouTube に載った時はもう綺麗な画像で見ていただけると思いますのでね。そちら、もし今ご覧になっているもので、ふにゃふにゃふにゃってなってるのがあったら、もう一度後で見ていただくといいと思います。例えばこのオーネーズサンクスなんて全部サンクスのサンクスのスタンプセットなので、もちろんもうね、こういうふうに全部一面貼っておりますよ。はい、次、Thinking of You。これも大体、Thinking of You っていうのが、もうバシッとあるので、わかりやすいと思うんですが、意外に Thinking of You だけ集めたら、こんだけしかなかったっていうのがわかったんですけどね。はい、Hello も Hello っていうそのものがあるので、このカテゴリーも比較的作りやすかったです。要は文章になってても、ハローが入っているものはもう全部集めときました。だからこれ、Tasteful Touches, Just Saying Hello。文章になってますけど、ハローが入っているので、これをね、入れといたわけなんですよね。はい。この辺、ベストウィッシーズもまあまあ大丈夫なんですけど、この辺からちょっとね、オリジナルでラベルを作って、まあオリジナルのカテゴリーを作ってることになっていくんですが、まあタッチオブインクだったらちゃんとベストウィッシーズがありました。この辺もベストウィッシーズがありましたね。そのままです。で、ここ、Women Heirloom。ヘイルームって何てたかな、カタカナだと。これはですね、wishing you a day of love and joy で、best wishes とは言ってないんですね。でも私の中で wishes って入ってるものを探すときは、この best wishes のカテゴリーを探すなっていうのがわかるので、必ずしも best wishes 書いてなくても、もう wishing とか wishes っていうのは wishing you とかね、そういうのが入ってるものは全部ここに集めました。なのでこの辺も wishing you a slice of happiness とか wishing you every happiness 文章になってます。これもそうです。wishing you much happiness になってますね。wishing you the very best。これもそういうことです。はい。こんな感じ。なので、あとほとんども wishing なんとかっていうのが入っていて、一つね、positive thoughts のこれ、sending positive thoughts and feel good wishes。これちょっと迷ったんですけど、これも wishes 入ってるんで、とりあえずここに入れときましたっていう感じなんですね。ちなみに、well set っていうのは、言葉のスタンプがいっぱい詰まったセットなんで、一個一個別物なんですけど、
私が wishes って使うときは多分 best wishes って使うだろうなと思ったので、両方の単語のスタンプをねここに切り取って貼っときました。次、今度フレンズというカテゴリー、これはですね、単純に結構ね、フレンド関係のねセンチメントいっぱいあるんですよね。でフレンドってそのままなってるものもあれば、文章の中にフレンドが入ってるってものを全部フレンドシップ全部ここに集めました。例えば Your friendship means the world to me とかね、 We are the best of friends ってなって、単にフレンズっていうのもあるし、 Cherished friendとにかくフレンドが入ってたね、みんなここにね入れといたんですよ。そうすると、まあとにかく友情関係のタイプのねものを作る、要は私の中でフレンドって入れたかったら、このカテゴリーを見ればフレンドがという言葉が含まれたセンチメントが見つかるということなわけですね。はい、次、こっからですね、ちょっと分けにくいなと思ったものを持ったカテゴリーがスタートします。スペシャル You というのは For You とか、なんかあなたは特別用的な、だからフレンズのカテゴリーとも言えたりするんですけれども、そう、フレンドっていう言葉は入ってないんだけれどもっていうことでね、スペシャル You というね、スペシャルって言葉がね、You と一緒に使われてることが結構多かったんで、例えば Good Morning Magnolia だと Not only for what you do but for being someone so special っていうのがありました。で、ブルーマンドグルーヴには Youこのフレーズにはスペシャル入ってないんですけど、You are simply wonderful。まあ、wonderful というのはもうスペシャル、すごい素敵だということで、私の中で同じようなね、イメージっていう意味で、例えばこれもそうです。Strong and Beautiful のスタンプセットから、You are amazing, you are amazing, and that's fact というのも言っときました。あ、まとめる参考に、もしね、していただけたら嬉しいです。ただ、ご自身の中で、はっと思いつくカテゴリーを作っておかないと、私とは発想が違うとですね、後で探せなくなるんでね、あくまでもご自身の中でこのあたりはね、こういうカテゴリーにしたら私はこのスタンプセットにたどり着くだろうなっていうカテゴリーをね、つけとくといいと思います。はい。なので、例えば、well done とか、well done スタンプセット、well done はここにしてあるんですよね。で、あとでね、encouragement っていう、まあ、励ましっていう、カテゴリーをね、作ったんで、本当言うと、この well done は、encouragement のところに行けばよかったかもって、ちょっと思ったんですけど。ちょっとこんな風にちょっぴり失敗とかはしてますが、まあでも多分思いつくかなと思うし、 You're kind of a big deal っていうのを見れば、あ、well done もここにあるんだなということがわかります。要はですね、普段から時々このノートを見ておくと、あ、どこにどんなスタンプセットがあったっていうのもわかりやすいので、スタンプセットいちいち全部探すより全然楽だと思うんですね。でも結構時間かかりましたよ、これ作るの。何日かに分けて、徐々にやっていきました。はい。次。これはですね、これも本当言うと比較的ちゃんとあるカテゴリーなんですけど、celebrate と congrats、congratulation というカテゴリーを作ってあります。あ、ちなみにさっきタブのことをね、言いかけて忘れてましたけれども、タブの位置は、この位置に、だいたい、上、真ん中、下ということで、3箇所にしかつけておりません。なので重なってますけど、だいたいペラペラしていくとわかるので、あんまりこう重なる方が見つけにくいかなと思ったので、3箇所にしかついてません。セレブレートコングラッツは、例えば、ハンドローンブルームのセットは、コングラチュエーションのオニュースペシャルで、もうこれコングラチュエーションという言葉がありますよね。で、ブルーマンドグループ、Let's celebrate you ということで、you 入ってますけど、今度は、celebrate っていうのが入ってるとか、コングラチュエーションっていうのが入ってるのを全部ここにまとめてみました。はい、celebration of tags。
フーレイ、フーレイもね、イエーイってことで、お祝いのとこでおめでとうって時に、使ったりするので、バースデーもフーレイ言ってもいいんですけど、とりあえず私はフーレイ、コングラチュレーションということで、ここに入れときましたよ。あと、コンフェッティ、This calls for confetti。これもですね、コンフェッティってちっちゃいなんか、キラキラのものとか、ちっちゃいものをこう、バーッと、何桜吹雪じゃないけど、紙吹雪あ、紙吹雪って言えば、なんとなくイメージ日本語でいけるかな紙吹雪を巻くという感じなので、まあ、それを紙吹雪イコール、バースデーと思う方は、この、This calls for confetti は、バースデーのカテゴリーに入れといた方が探しやすいかもしれませんね。私的には、コンフェッティ、This calls for confetti と、Congratulations とか、Celebrate というイメージを思いつくので、このカテゴリーに入れときました。はい、次、Get well sympathy。これもですね、これもね、そのまま get well soon っていう言葉があれば、もうここに入れとくんですけれども、例えば comfort and hope っていうスタンプセットで、comfort and hope っていうね、センチメントがあるんですよ。で、comfort and hope をいつ使うかっていうことから考えると、私的には、まあ、何か、なんだろう、病気になってるっても変ですけれども、とかちょっと落ち込んでるでもいいんですけれども、なんかやっぱり、心が癒されて、次の希望をっていう意味なので、まあ、シンパシーのカードね、お悔やめのカードとかと一緒に、使うだろうなと思ったので、まあ、慰めですよね、どっちかとね。なので、ここに入れときました。例えば、something there are, 違った、sometimes there are no words。これね、時に言葉にできないことが時にはありますよね。っていうことなんかやっぱり、なんかちょっとお悔やみのメッセージとかに入れたり、すっごいなんか相手がものすごい大変なことがあった時とかに、もう同情の言葉の余地も慰めの言葉も思いつきません、みたいなイメージなので、このカテゴリーに入れてあるんですね。なので、sending hugs とか、そういうのも、ハートフェルトとか、sorry, I miss you。この I miss you っていうのは、本当は、こういうとかの男でもいいかなと思ったんだけど、これも結局、sorry というのはごめんなさいっていうのもありますけれども、お悔やみの時にも使うんですよね。お亡くなりになった、なったというニュースを聞いて、本当に sorry と思いますっていうふうに、言うので、あ、MW さんは、すごいですよね。多分半年、年単位。お手持ちのスタンプセットによって絶対時間はね、変わりますよね。私はもうこれ以上あまり増えないと思うんで、ノートにしたんですけど、これから増えていく予定がある方は絶対ファイルでルーズリーフでどんどん増やして各カテゴリーが増えていくっていう形がいいですね。でもって、一旦最後までやっちゃえば、あとは追加するごとにっていうことなので、これやってるのもね、結構テレビ見ながらね、面白かったりする、暇つぶしでよかったんで、なんでしょう、ゆっくり時間をかけて、やってみるとね、いいと思いますよ。テレビ、本当に隙間クラフトね。はい。ということで、そう、センチメンタルの中で、センディング、ヒーリング、ハグスとかね、こんな感じを集めてあります。次が、Love You ってやつなんですけれども、これもですね、バレンタイン関係のものとか、あと、Forever Starts Today。これも結局ね、なんて言ったらいいのかな、バレンタイン関係っていうのは、カップルね、カップルの、絵のセンチメントとか、結婚式のお祝いのセンチメントということを、ちょっとね、意識してるんですね。なので、Forever Starts Today っていうのも、これも、要するに、ここから、今日から永遠がスタートしますということで、ここで結婚されるカップルとかに、書いたらね、永遠のお幸せを祈りますという感じで使えるので、例えばこれも Love and Light, Laughter, Forever After。こういう形ね、にしとくと、Love という言葉がここになくても、私の中では思いつくと。あと、バタフライガーラの中で、You've been on my mind. ずっと私の気持ちの中にあなたはいますよと。お友達へのね、友情としてのね、センチメントで、もちろんこれ使えるんですね。でもまあ、私が多分思いつくとすると、You've been on my mind っていうと、なんとなく、バレンタインとか、まあそんな感じの、
カードになるのかなと思ったのでここに入れといたんですね。なので Shower with love、 まあ love って入ってたらまずここには入れております。はい。でね、これで あとね、なのでこんな風にエンゲージメントのね感じの結婚のお祝いの言葉とかね、 Always and Forever、 そういうのもこちらのカテゴリーに入れております。で、あとでね、気づいたんですけど、これ作ってる時に、クリスマスとか、そういう特殊な、もうこれって決まってるカテゴリーのスタンプセットはやらなかったんですよね。でもね、あとでバレンタインのセット見てみたら、単なるバレンタインじゃなくって、フレンド、センチメントとか、いろいろあって、これも次のカテゴリーがこっからスタートしてるんですけど、ちょっとページ足りなくなるのかなって思って、この隙間とかにも突き出さなきゃなんて思ってるんですけど、ちなみに、このノートには今回クリスマスのはね、入れてません。クリスマスとはまだ後半、これからこの後のページでやっていこうと思ってるんで。はい、次いきます。次、エンカレジメントというのは、励ましという、励ましとかなんかこう、元気づけるというタイプなんですね。まあ、応援してるよ的な、そういうものなので、これも、ホープがここにいきなり来てるっていうのは、他のカテゴリーでも良かったんじゃないのって、今思いましたけれども。例えば、dress to impress だったら、be as bold as your lipstick。ね、これもだから頑張ってって感じですよね。リップスティックの色ぐらい大胆になってっていう意味なんで、わかりますよね、なんとなくイメージ。なんでここに入れてるか、 Life is a beautiful journey, adventure awaits、 これも冒険が目の前に待ってるよ。で人生は旅なんだっていうこととかね。あと Celebration of tax nets も Great job っていうのも励ましということで、よくできましたということで、このカテゴリーに入れときましたっていう感じかな。で、最後、just because others。まあ、just because っていう、まずフレーズがあったりするのと、あと、その他です、これ。あとはもうその他。Mother's Day, Father's Day とか決まった日ね。そして、others。で、アニバーサリー的なね、メッセージは確かね、ラブ&なんとかの方に入れといたはずなので、ここにはね、その他の、オケーションということで載ってないんですけれども、例えば、strong and beautiful だったら、to the woman who does it always grace and wisdom ということで、これも、どのカテゴリーに、まあ、おめでとうというか、あなたを尊敬してますよ的なものなので、エンカレジメントとも違うんですよね。元気をつけてるわけじゃなくって、あなたのことはすごいと思ってますっていう感じなので、スペシャル U でもいいかと思ったんだけれども、多分、これを使うオケーションが、例えばマダースデーだったりとか、年上の女性のバースデーだったりとかって、ちょっと特殊な、時に使ったりするかなって思ったので、まあ、これも先ほどから言っておりますけれども、私自身が、どれだけ思いつくかどうか、ということでね、振り分けております。今ね、ちょっとモニター見てたらね、モニターの方の、今一瞬途切れたかもしれませんけれども、回線、また戻ってきたんじゃないでしょうか。こんなことが時々ありますので。はい。そう、最後はだからこんな風に、どうしていいかわかんないやつを全部集めた外を、ハッピースターとか、ハッピーマダーズデー、リトルノート、そういうジャストビコーズ。ジャストビコーズも結局、特別な、あれがなくっても出しちゃったりするので、その他っていう感じですよね。そんな感じで集めております。そして、この、カクテルのとか、タグ、これは、ハッピーファーダーズデーの方なんですけど、タグタグタグ。これなんかは、本当は、ハロウィンとかが、バレンタインとかクリスマス、クリスマスは別にカテゴリーを作るので、そこに入れとくべきだったんですけど、これ作ってる時はね、クリスマスは別に作ろうってあんまり思ってなかったんで、どうせクリスマスはクリスマスの時に見るぞと思ったんで、あんまりね、考えてなかったんですよ。なので貼っちゃったんですけど、後で見たら、クリスマスでも、
そうじゃない時に使えるものがあるなっていうのが分かって、それをね、また空いたところに付け加えていくということなんですけど。なのでね、あらかじめ自分の持ってるのがこれでおしまいになったとしても、例えばこれみたいに次のカテゴリーに行く時に、ちょっとこういうふうに開けとくと、後で万が一、ああ、これ忘れてたっていう時にね、はい、追加ができるのでね、いいんじゃないでしょうか。ということで、これがですね、マイセンチメントディクショナリーノートということでございます。あとちょっと補足をすると、ちなみに、例えば、このタブはね、これ使ったタブパンチは、こっちなんですけど、こういうタブパンチ、ストレートな部分があるタブパンチだったら、はい、これ、コピー用紙ですけど、こんな風にパンチして、これを半分に折ったら、ここです。この辺とかまっすぐでしょう。なので、ここに書いて、バシッと貼って、これでやりましたけどね、私はね。タブ、結構簡単に作れますのでね。お手持ちの、こういう。で、パンチなくっても、要は、細長い四角のね、こういう四角形の紙を、こういうのでコピー用紙で作って、それを半分にしてタブにすればいいじゃないですか。なのでちゃんとした何かタブがないととかそういうのがねなくっても結構いろいろね作れるので、皆さんもね、ぜひやってみてください。もう一回おさらいしますと、このマイセンチメントディクショナリーを作っとくといい点は、一番はですね、これですね、例えばこんな風にセンチメントが入ってないスタンプセットで何か作ろうと思ったら、ね、これパターンなので、どんなオケーションでも作れるじゃないですか。でも今回はお友達宛てのプレゼン、カードにしたいぞ、励ましの、カードにしたいぞ、と思ったら、はい、エンカレジメントっていうカテゴリーを見て、どれが合うかな、スペシャル U でもいけるかな、とかね。どうだろう、スペシャル U のカテゴリーでちょっとしっくりくるのあるのかなって探したり、シンキングオブ U の中に、あるかもっていう形でですね、いちいち手持ちのスタンプセット全部出してきてこうやって見なくってもいいっていうのがね、本当に便利だと思うんですよ。なので皆さんもぜひ隙間時間を利用してちょっとずつちょっとずつ作ってみてはいかがでしょうか。そしてチープなノートでもね、表紙をこんな風に綺麗に飾ればとっても愛着湧きますよ。私は合計1週間ちょっとかかってこれ完成させました。なので一気にやらなくてもいいんですよ。でもやってみて本当に便利だ。よかったと思いました。早速今日もね、このアートギャラリーのね、スタンプセットのこの中に入ってないセンチメントをこれと合わせて使うことができたんですね。で、これで最後にしようと思ったら、一個言うの忘れてた。もう一個いい点は、例えばこのラベル台で、センチメントを入れたいと思った時ね、例えば同じバースデーでも、ここにもバースデー入ってるけど、これ以外のバースデー、例えばヒッポヒッポ風鈴、あ、入るじゃん、いいじゃん、これも収まる、なんてね、こんな風にラベル台とかを入れて、これ合うのかなとか、こんな風に、あ、ここ、もちろんこれ同じペアだから入るんですけど、ハッピーのこのバースデーも、入るよね、とかね。そんな形で、台とスタンプセットの埋まりぐらい、お、これもいける！ Wishing all things fabulous, all things fabulous の中の、このセンチメントもこの台でいけるぞ、とか。こういうのがあらかじめ探せるっていうのがもうめっちゃ便利だと思いました。ということで、皆さん、お付き合いありがとうございました。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。Thanks for watching! Happy crafting!